早産とは、在体集数が22週から36週で、出産することを言う。ただし、子が体内で死亡していた場合には死産と呼び、在体22週未満の場合には流産となる。基本的には、子は適切な保育で生存可能である。早産で生まれた子のことを、かつては、未熟児と呼んだが、未熟児という用語は早産児と低出生体重児の、 どちらの意味ともとられていた。医療上の問題点は相残時と提出性、体重時で異なるため、現在では未熟児という用語は正式には用いられない。妊娠22週から37週未満の分娩を相残という。出産の約5%で認められているが34週未満では、体重の用語が不良であることが多い。34週以降では、 比較的良好であると言われている。全治胎盤、妊娠高血圧症候群、爪暗い胎盤早期剥離などによって、母子救命のために行う、人工相残と切迫相残や前期破水による、自然相残が知られている。自然相残の原因は、ほとんどが、陽膜重毛膜炎である。妊娠22週から37週未満で、規則的な子宮収縮。 少量の正規出血、水溶体下などを自覚した場合は切迫早産である可能性がある。破水が起こっているかどうかによって対応は大きく異なるが、基本的には入院管理としできるだけ妊娠期間を延長させ、この発育、成熟を図るようにする。破水をしていて、子宮内感染、または胎児自ストレスがある場合は低温切開の適用となる。 未発水で胎児が安全である場合は、安静を保ち、妊娠の継続を行う。そのため、子宮収縮抑制薬や、ウリナスタチンなどを用いることがある。早産で生まれた子は、いわゆる未熟児となりやすい。O60O75 基本的に早産は、正常分娩と同じ経過をとる。切迫早産の場合は安静、子宮収縮抑制薬を投与し様子を見る。 信仰相談では正常分娩と同様の処置をする。ありがとうございます。